ふっくらジューシー、フルーツのような甘さがたまらない、この時期食べたくなるトウモロコシ。家で調理する人も多いと思いますが、暑い日にはこんな悩みが。結構暑くてやっぱり結構つらいですね。めんどくさいですね。暑いですけど、でも美味しいですよね、甘くて。暑いですね、はい。茹でてる時はどんな気持ちですか？まあ、でも美味しいのを想像して、はい、その前の苦しさ。実はトウモロコシを茹でずに焼かずに、ふっくら美味しくする調理法があるんです。教えてくれたのは、大手食品メーカー、ニチレイフーズの広報、笹峰さん。塩水につけるところがポイントです。美味しくするポイントは塩水。番組切手の料理好き、佐々木海アナウンサーが実践してみると、圧倒的に甘いですね。塩水を使うという美味しいトウモロコシの調理法、茹でずに、焼かずに、どうやって塩水を使うのか、詳しく教えてもらいました。はじけるような食感と果物のような甘さが特徴の夏野菜、トウモロコシ。そんなトウモロコシを茹でずに、焼かずに、ふっくら美味しくする調理法があるんです。ポイントはなんと塩水。教えてくれたのは、大手食品メーカー、ニチレイフーズの広報、笹峰さん。一体どのように塩水を使うのか、番組切手の料理好き、佐々木アナが実践。まず薄皮を残すように、外側の皮を剥きます。ここでは塩水ではなく、普通の水を少量かけてラップをします。水分を入れることで、ラップで包んで、中でこう加熱が蒸し焼き状態になるというか。その後、電子レンジで5分加熱します。開けていきます。オープン。おー、いい香りですね。加熱が終わったら、最大のポイント、ここで塩水を使います。トウモロコシをより美味しく食べるために、電子レンジ調理をした後に塩水につけるところがポイントです。薄皮を剥いたトウモロコシを15分塩水につけます。塩水、なるほど、塩水で味をこうつけるってことですか。この塩水、味付けのためだけではないんです。加熱したての熱々をその置いておきますと、中の水分が蒸発して、身がこうシワシワになりやすくなってしまうんですね。その時間帯に塩水につけて、身から水分が蒸発してくれるするのを防ぐ。塩水につけることで水分が蒸発することを防ぎ、身をふっくらさせるといいます。このひと手間で本当に美味しくなるか、そのお味は。うん、でも甘いし、塩気もいい具合についていますね。身もふっくらしていますし、取れたてのトウモロコシを食べているような、そんな美味しさです。はい、この調理方法ですが、塩水につける時間で味を調整できます。ほんのりした塩気を味わいたい方は、3分程度でも美味しいそうですよ。